プロレスとか総合を含め、はい、で、あのちょっと早めに、まあ、捕まってしまったんですけども、やりたいことはなかなかできなかった。そうですね、やっぱり蹴りがね、あの打てなかったことが、まあそこは自分の悔しいですね。一番得意な蹴りだったので、その蹴りが入れれなかったことが、まあ、悔い残るというか、はい、やっぱりちょっと強かった。そうですね、やっぱり圧力が少なかったですね。その威圧というものはすごく感じたんですが、まあパンチはもらえましたが、まあ、そこで、ね、その何怖いとか痛いとか、だからそういうことは全くなかったです。はい、準備期間もちょっと少なかったと思うんですが、まあ、今後は、まあ、試合後もいろいろあったと思うんですけども、どういう感じになって、はい、そうですね、まあ、このチャンスというものを、まあ、カヌル選手にいただき、まあ、本当に、今後も、まあ、この総合格闘技という、すごく何ですかね、心、まあ、プロレスとは違ったこのなんかリアル感というか、本当にこう鳥肌が立つようなリングに立てて、はい、もう一度ちょっとトレーニングを再開しようかなと、はい、気持ちにはなってます。はい、ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、堀田さん、お疲れ様でした。まず入場の時にですね、今日はライジンのリングなんですけども、まあ、チェーンを持って来られましたけども、まあ、その意図と、あと試合が始まってすぐにロープワークをされたんですけども、まあ、その意味を教えてください。まあ、チェーンはもう私のもうアイテムであって、まあ、私のお守りでもある、まあ、プロレスラーというものをアピールしたかったので、はい、そこはもうチェーンは絶対に持っていこうとは思ってました。あとロープワークですね、やっぱプロレスというものを背負ってリングに立ったので、プロレスラーっぽくロープワークを、はい、やってみようと思ってやりました。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。試合後あのような大乱闘になりましたけれど、アルファフィーメルであったり、まあ、カンドリさんが敵を打つという言葉もありましたけれど、今後の展開というのは奥さんの中で考えていらっしゃることはありますでしょうか。そうですね、なんか女子プロレスというものがもう一度こうね、いろいろとこう脚光を浴びてもらえるというか、浴びるチャンスだと思ってるし、やっぱり私が出たことで、やっぱりカンドリさんも怪我を治して絶対その仇を取ると思う気持ちが強くなったと私は思うので、はい、絶対この私の仇をカンドリさん怪我を治った時に必ず叩きを取ってくれると私は信じてるし、あとはやっぱりそうですね、プロレスラーってものは気持ちは誰にも負けない。たとえ私が50歳であろうと、たとえ準備期間が短かったであろうと、リングに上がったらやらなくてはいけないという、このプロレス魂というものを、はい、今後も
ピールできるように頑張っていきたいなと思います。カーネルさん来てください。ありがとう。本当にあのこのチャンスをいただいたのもカーネルさんであって、本当にあのこれからの女子プロレスのものをあのもっともっとアピールしていきたい。そしてギャビーにはカンドルさんに来年あの戦ってもらいたいと、私の敵を、はい、打ってもらいたいと、バトンを渡したいと思います。 ありがとう。いや、いきなり呼ばれちゃったんですけど、いや、今回はね、本当に準備期間が短い中で、このギャビっていう相手を見て本当に引き受けてくれた堀田選手の心意気、今本当に感謝しています。で、結果はどうであれ、やっぱりこの向かっていく姿勢とか、どんなことがあっても前に行くっていうのがプロレスラーの強さであってメッセージだと思うので、今日はそれが伝わったなと思います。ただね、あのわけのわかんないやつ、あいつ誰だよって、関係ねえお前みたいなところがあるんで、ちょっとあいつはちょっと差し置いて、ちょっと自分が必ずギャビと戦いたいと思います。はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ以上させていただきます。